そんなところに。今みんなで行くからじっとしてろよ。皆さんおはようございます。八神太一役を演じさせていただきました花江夏樹です。ついにもうようやく初日を迎えたということで本当に感激しております。今日はですね短い時間ではあるんですけれども太一としていろいろお話を、できたらいいなと思いますのでよろしくお願いします。アグモン役坂本千佳さんお願いします。はい、アグモンの坂本千佳です。おはようございます。もう皆さん早速見ていただいたんですよね。面白かった。はい、よかったです。ね、またいろいろ楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ガブモン役山口さんお願いいたします。はい、ガブモン役の山口真由美です。皆さんおはようございます。去年の8月1日の発表からとうとうこの日を迎えることができました。やっと皆さんに会えて嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。石田大和役細谷さんお願いします。皆さんおはようございます。石田大和役の細谷義正です。初日今皆さん見終わった後なんですよね。なんですよね。ちょっとまあいろいろとですねこの上映がの日が来る前にですねイベントとかをやらせていただいて本当にデジモンをお好きな、お客様に触れましてですね非常に純粋な目でですねイベントをご覧になっていたことを思い出しちょっと今日はですねプレッシャーを感じながらそのピュアな、何ですか心をですねこう考えるとちょっとこう非常に緊張しておりますけれども、皆さん今日は短い間ですけれどもよろしくお願いいたします。竹野内ソレ役三森さんお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。竹野内ソレ役の三森鈴子です。ついに今日この日が来まして本当に今日の朝はドキドキワクワクしながらこの会場まで来ました。皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います。よろしくお願いします。八神光役真央さんお願いします。はい、皆さんおはようございます。八神光役を演じさせていただいた真央です。やっと公開ということで本当に朝早くから皆さんありがとうございました。もうきっと今見終わって興奮冷めやらぬ感じだと思うのですが今から のトークだったりもこう楽しみにしつつ聞いていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。池田さんから順番にお願いいたします。おはようございます。朝ですからね。木戸城を演じさせていただきました池田純也です。そうですね、今回もまた城は受験生ということで、必死に頑張っておりましたね。私個人的にはですねごまもんが窓をトントンと叩いて来ちゃったって言われた時に本当にもう可愛すぎて本当にね燃え死ぬかと思いましたね。そんな多分皆さんもねきっとこの会場の中も可愛いっていう声がチラチラ漏れてたように思います。さっき向こうで聞いてました。はい。今日はですね、楽しんでいきましょう。朝ですけどもねテンション上げて僕がね、よろしくお願いいたします。はい、テンションを上げていきましょう。それでは立川耳役吉田ひとみさんお願いします。はい、立川耳役吉田ひとみです。皆さんおはようございます。テンション高いね。上げていこうと思って。いつも見に来させていただいている映画館をこちら側から見に来る日が来るとは思いもよらず今不思議な気持ちです。そしてずいぶん先だとアフレコの時は思っていたんですけどついにこの日が来たんだなと皆さんお一人お一人の顔を見て今感じています。そして目がちょっと赤くなってらっしゃる方もいるかなと思って私も見させていただいた日を思って今もう一回泣きそうですがこの日を、この時間を皆さんと一緒に過ごせること本当に嬉しいです。今日はありがとうございます。最後までよろしくお願いします。で、泉幸四郎役田村さんお願いいたします。はい。皆さん、おはようございます。テンション高い。元気ですか？元気です。いや、朝なのにありがとうございます。でもなんかね、きっとデジモン見て元気になったと思うんです、皆さん。元気になりましたかね？
ございます。いや本当にありがとうございます。なんか本当にこの日が来るのは私もすごく楽しみにしていたので、皆さんとこうやってこの場にいられることがとっても嬉しいです。あれです、いっぱいこの後喋ると思うので楽しんでいってください。よろしくお願いします。とりあえず挨拶の締めを高石武役榎木淳也さんバシッとお願いいたします。頑張って。はい、皆さんおはようございます。イエーイ。はい、こんな朝早くからありがとうございます。皆さん朝早くから来ていただいたと思うんですけど、僕は興奮して今日朝4時に起きました。はい、なので今燃え尽きております。早い早い。嘘です。これからねもっともっと熱くなってデジモン語っていきたいと思うんで、今日はよろしくお願いします。では、まず花井さん、はい、高校生になった太一を演じられまして、はい、いかがでしたでしょうか。いやー大きくなりましたね太一はね。ねイケメンになりまして、だってシュッとね、ねえスラッとして ね、あんな昔足長くなかったですからね。そうですね。いやでもやっぱり成長した太一っていうのは難しかったですね。非常に皆さんも一生ご覧になって思ったと思うんですけど、ちょっと太一ってねえ思うところがね、ちょっとイライラするよね。そうですね。ありました。ちょっとイライラしました。ねえ疲れてる方も、でもそういうお年頃だったでしょ、だったのよ。ね、なのでやっぱりこう小学生の頃のあのねカリスマ性のある太一をこう踏まえつつ新しく挑戦するっていうのは非常にやりがいがあり、まあ難しくもありましたね。こんなに痩せちゃって。ちなみに坂本さんはじゃあそんな太一を成長した太一をご覧になってどのようにお感じになられましたか。こんな立派になっちゃって。いやいやそんなこと。そうですね、まあ太一もいろいろ悩んでっていうことだったんですけれども、やっぱり花井くんは大好きだったデジモンに参加するっていうことでいろいろやっぱり考えたりいろいろあったと思うんですけど、そういうのもやっぱりちょっと様子も見て取れていい感じだなと思っておりました。いい感じ。そういい感じでした。なんかこうお互い役と花江くんがこう歩み寄っていくみたいな、そういうこうちょっとこう揺れ動く感じがね、わかるでしょう。ではそんな坂本さんとともに初代デジモンアドベンチャーから16年ガムボンの声を担当していただいております山口さんはいかがでしたでしょうか。はい、そうですね、16年ですから我々も随分年を取ってしまいまして、こっち見ないでよ。そこはこっち見なくていいじゃないです。すみません、もう一緒に16年年を取って、みんなデジモンのみんながもうそのまんま、みんな年は取ったんですけどみんなそのままなんですよね。残念なことにね。そこは大人になってもいいなって思うところは置き去りに、もうびっくり、もうパルモンがそのまんまで、もう進化しないんだよね。もうすごい、もうパルモンそのまんまなんだなと思って。ヤマトは私的にいろいろ気になったんですけども、バンドの名前がね、そこ行っちゃいますか。そうなんですよ、変わりましたね。ナイフオブデイ、私その前が何だったのかとか。ティーンエイジウルブスです。あ、そうだそうだ。それそのままずっと続いてて、はい、なんかちょっと方向違っちゃったのかな、大人になっちゃったんですね。まあそうですね、音楽性の違いから解散は。なんか違くなっちゃったんだけどね。ちょっとやっぱどうしてもナイフが好きなんですね。そう。私はもうこれから、次は何になるのかなと思って、バンドの名前が あと何回ぐらい変わるのかなと思って、こう6章のうちに。そうですね。あ、そうですね。それもちょっと見ものかもしれない。それちょっと私はまだ1章ですからね。まだ1章、次2章また変わったりするのかなとか、いろいろ。そうですね。ソロでやっていくのかな。6章はソロになる。誰も、そして誰もいなくなって。誰もついてこなくなる。じゃあそんなバンドの進化が期待される石田大和ですが、はい、演じられて、はい、細谷さんいかがでしたでしょうか。その演じるというか、そのアフレコの時はですね、やっぱりその16年ぶりに復活するということで、多分最初はなんかいろんな意見があるだろうなとは思ったんですけども、その動いているこの大和にこう声を当ててって、で今日は1章ですけども、これ6章あるので、はい、6章のうちに必ずその違和感なくこう
見せられるようにするぞっていうちょっと強気な気持ちがあったんですけども、はい、あのこの映画上映される前に夏頃にイベントがありまして、あの会場に来られたお客様がですね、非常にあのデジモンが本当に好きな方ばかりで、あの泣きながらこう目をキラキラさせながら舞台上をご覧になっているたくさんのお客様を目にしまして、そこで初めてですね、もうアフレコの終わった後だったんですけども、あのこんな純粋な人たちを前にしているんだと思うと、ちょっと非常にあのプレッシャーがちょっと後からのしかかってきまして、まあ、1章はそのプレッシャーはなくいけたんですけども、ちょっと2章からが大変だなと、今思っております。はい、ありがとうございます。はい、それではそんななかなか緊張感のあるアフレコ現場だったようですが、なんか池田さん、ちょっと噂で、はい、なんかあるものを食べに行って、はい、なんか皆さんの仲を深め合ったという話をちらっと聞いたんですけれども。そうですね、深め合ったのかな。あの劇中にあのみんながあのもんじゃ焼きを食べに行くシーンがあったと思うんですけれども、あのシーンのアフレコ終わりですよね。はい、にですです、あの多分ひとみちゃんが私もんじゃ食べに行きたいって言ってくれて、じゃあもんじゃ食べに行きましょうかっていう。すごい空気読んでた。読んでた、読んでた、読んでたね、読んでました、空気を読んだ結果もんじゃ食べに行きたいって言ってくれて、もんじゃを皆さんで食べに行ったんですけど、その時も坂本さんも山口さんも、はい、もんじゃずっと焼いてました。すごい上手かったですよね。すごい上手、焼き上手。あの調理師免許も、そうそうそう。焼き奉行ですね。ずっと焼いてましたけれども、美味しかったです。いやもうその時のもう坂本さんがこういらっしゃって、あのまあビールを頼まれたんですけど、もうこんなにも美味しそうにビールを飲む人がいるのかと思うぐらい。あらそれをスタッフのデジモン先輩たちはみんな席つくなり、なんかあビール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 っておっしゃってましたね。というところでですね、坂本さん第2章第3章と続く中で今後もまだ大冒険しちゃいますよね。しちゃいます、私たちはまだまだ進化し続けます。この子供たちも、どんどん成長して一つになって冒険を、皆さんも一緒に冒険の旅に出かけませんか。あら、まさにあの2章の、これから収録する台本を昨日いただいた方も、私はこれからいただくところでございます。はい、熱いです。熱かったですね。きっとテンポがいいんでしょう。楽しみにしてください。すごいみんなめっちゃ手振ってくれてますね。わ、こっちから見せたい。大きな拍手で、あ、雲降りられるかな。あ、よしよしよし。それではアグモンのジャンプも見られたところで、ゲストの皆様退場となります。大きな拍手でお送りください。どうもありがとうございました。